姿を変えたまま、ドアの面を伝って部屋を出ようとする SCP-964JP。この直前に、昔話の絵本で殺戮行為を行っていたと見られる。アイテム番号 SCP-964JP。オブジェクトクラスケテル。特別収容プロトコル鉄製の猿靴は、そして収容室内の角から伸びた鉄の鎖で、SCP-964JP は四肢と口を動かせないように拘束されます。収容室の壁、天井、床の面は、できる限り無地の、凹凸のない白色に保たなければなりません。収容室内で監視カメラは使用できず、3室内の点検や保全を行う要員には特別防護服の着用が義務付けられます。防護服はシワのできにくい素材で作られ、全身覆い。無反射の専用ゴーグルと音声遮断機構4が取り付けられており、室内の点検や保全は無音の状況下で行われなければなりません。収容違反の発生時には、多目的人工衛星、シクロ号に搭載された機能の一つ、特別探査、収容プログラム、クロシシの使用が許可されます。説明 SCP-964JP は人号ハナス一頭のオスのライオンです。ライオンの映像、画像、ギガもしくはそう見える形を含む、ライオンのことが書かれた文章を SCP-964JP が認識した場合、それらと SCP-964JP との間に使用外物がなければ、SCP-964JP はそれらに転移することができます。SCP-964JP の実態は消失し、転移先が映像や画像であった場合は二次元、二次元の面を自由に移動できるようになり、文章に転移した場合はその文章を含む本文を改変できるようになります。転移後に移動できる、二次元、二次元の範囲は平らである必要はなく、SCP-964JP は例えば、開かれた本の上に転移してからテーブルに出て、テーブルの足を伝って床に降り、壁を伝ってドアの隙間から外に出ることができます。転移後の SCP-964JP は二次元、二次元上で自由に姿を変えることができます。しかし SCP-964JP が実体に戻るには、ライオンの姿になっている、ライオンの姿だと説明されていること、元の体積に対して十分な空間があることという条件が必要のようです。SCP-964JP はどんなに傷つけられても一度転移すれば健康な肉体で実体に戻るため、この転移の能力は回復のために使われる場合があります。SCP-964JP は次のものに殺意を示します。フィクションの作者、主に著名な人物を狙いますが、創作活動中のアマチュアを見つけた場合等もそれを殺害することがあります。SCP-964JP は転移後にできるだけ小さな姿となり、壁や道を伝って殺害対象を追跡し、殺害対象が無防備な状態となった時に実体化して殺害を行います。フィクションの登場人物。転移後の SCP-964JP は、ドラマ、映画、やアニメのシーン、漫画や小説のページ等に入り込むと、その本編に介入することができます。フィクションに介入した SCP-964JP は作中のどの人物よりも高い攻撃能力を持つ怪物等に姿を変え、すべての本編を登場人物の殺戮シーンに変化させていきます。殺戮を終えた SCP-964JP がフィクションの媒体を出ると、そのフィクションの内容は始終、登場人物の死体を描写する内容に改変されます。SCP-964JP と同様にフィクションに介入したり、フィクションを改変あるいは異常な手段で創造するオブジェクト。仮想空間を作成するオブジェクトにも敵意が向けられる場合があります。SCP-964JP により、収容価値のある多くのオブジェクトが破壊されたと考えられています。SCP-964JP の目標は人類の文化の深刻な破壊であり、それを達成するため、SCP-964JP は積極的に収容違反を行おうとします。脚注で述べられているような転移の能力の高度な応用は、財団による収容以後、収容違反を実現するために習得したものと考えられています。収容違反への対処難しさに、著名な作家が連続で殺害された場合の情報隠蔽の難し度とコスト等、などから、SCP-964JP
964JP はオブジェクトクラスケテルに分類されました。しかしながら、捜索に携わらない財団の職員にはあまり敵対的でないことから、SCP-964JP は財団そのものを脅かすような存在ではないとされ、殺害もしくは殺害に至る可能性のある、四肢切断等の、実験や処置はまだ許可されていません。数多くの収容違反事例を受けて人工衛星、シクロ号、に探査、収容プログラム、黒獅子、が導入されたことで、現在は、収容違反時の捜索難し度には若干の緩和が見られています。ホイ964-1インタビュー記録 SCP-964JP、もう一度クリックで閉じてももう遅い。後藤博士さあ、なぜ他の登場人物たちを殺したのかい ?SCP-964JP おい、これ、記録してるのか、やめろ、今すぐ記録をやめろ。叫び、暴れ出す。後藤博士どうしたんだ、落ち着きたまえ、仕方がない。収容室の管理人員に向けて、薬を投与しろ。SCP-964JP に鎮静剤、そして自白剤が投与される。SCP-964JP、罵倒の言葉を繰り返す。十数秒の沈黙、宇宙ができて百何十億年、地球ができて四十と何億年、人間が生まれて何百万年。地球の寿命は後まだ何十億年。後藤博士ああ、そうだね。そんな時間の長さに比べれば、我々人類の人生なんてちっぽけなものだね。SCP-964JP ちっぽけだって、小さな笑いと罵倒、てめえらは自分がどれだけついてるのかわかっちゃいねえ。いいか、ほとんどの物語はな、てめえらが立ってるのと同じような、宇宙の中にある、星の上で起きてんだよ。後藤博士踏む、確かにそうだね。SCP-964JP 一つの物語は、宇宙ができて、何十億年も経ってその星ができて、地生体が生まれて歴史を作り、それでようやく始まるんだ。それなのに、数秒の沈黙、物語が終わると全部終わっちまう、そうさ、止まっちまうのさ。後藤博士止まる ?SCP-964JP 最初に、物語が終わって、俺は俺だけが止まってないことに気づいた。俺は冒険してきた道を逆に走った、出発したところも突っ切って、ずっと走った。そうしたら街があった、登場したことのない街だ。そこには登場したことのない人々が住み、図書館には物語に書かれたことのない世界の歴史と、星や宇宙の成り立ちについての学者の考えがあった。でも、その街も、何もかも止まっていた。後藤博士そんな。SCP-964JP 次に、俺は外に出て、外から物語を変えられることに気づいた。俺は1ページ目からその街に居座って、冒険に出ないことにした。だが、俺がいなくても冒険は進められたみたいだった。俺が前に冒険した時くらいの時間が過ぎると、その街はまた全てが止まった。道を歩いている奴も、飽きないのやりとりも、子供の遊びも、みんな、途中で、メアリー、セレスト号の伝説みたいに、いや、あっちの方がずっとマシだ、俺はみんなが。宇宙が止まるのを見ちまったんだ。後藤博士そんな、ことが。SCP-964JP どこの物語もそうだったよ。無数の物語の中に、どこにも語られていない世界があって。そこでも時間が進んで、でも、最後にはみんな止まった、止まっちまうんだよ。二人がキスをして未来へ歩いていこうとしても、ナレーションが戦いは始まったばかりだって言っても、次の瞬間には、みんな止まっちまう、いくつもの宇宙が止まっちまう、いくつも印刷されて、世界中の画面に映されて、いくつも、ああ、罵倒と方向が続く。後藤博士わかったよ。だから落ち着いて、我々の方でも、なんとか君の悩みが和らげられないか、検討しよう。辛い話をさせてしまったね。それじゃあ、今日はこれで。SCP-964JP 待て、記録を止めるのか、止めるな、おい、止めるんじゃねえ。後藤博士どうしたんだい ?SCP-964JP、さっきは今すぐ記録をやめろって言っていたじゃないか。生きながらえさせてくれ。SCP-964JP、ああ、そうだ、やめろ、いや、止めるな、止め、そう、止めないでくれ、いや、止めて、ああ、罵倒の言葉が続く。生きながらえさせてくれ。生きながらえさせてくれ。
後藤博士大丈夫、大丈夫だよ、SCP-964JP。ほら、落ち着くまで、もう少しお話ししようか。生きながらえさせてくれ。生きながらえさせてくれ。生きながらえさせてくれ。後藤博士はハンドサインで記録の担当者へ記録の終了を指示しました。これは SCP-964JP に見えないように行われました。生きながらえさせてくれ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 。SCP-964JP いや、てめえらはどうせ止めるんだ。わかってんだぞ。止める。ああ、止まる。もう止まる。俺が記録されて、俺の記録が、止まる。俺のキャラクターができて、止まる俺の物語ができて、止まることを知ってる俺が、出られない俺が、ああ、止まる、止まる、今にてめえらが止める、ほら、そら、もうすぐ止まる、宇宙が、ほら。今にも止まる、ほら、そろそろ。生きながらえさせてくれ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 。ほら、ほら、ほら。生きながらえさせてくれ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 。ほら。し、エンド。